タイバンクーヘンです。安心お宿行ってきましたね。安心お宿ね、カレーがやっぱりねピカイチですね。皆さん、リゴありますね。後で行くかな。今日はですね、なんかですね、おまかせコースっていう形で、4980円のカプセルホテルを、ですね、チョイスしたんですけども、2階の部屋で、なおかつ出入り口に近いところだったんですよ。で、液晶テレビがないって書いてあったんですけど、液晶テレビありましたね。全然普通に楽しめましたんで、よかったと思いました。カラオケ招き猫ですね。これからですね、この前行けなかった、献血ちょっと向かいたいと思います。うわ、あっちなんか今日あっちはなんか暑くなんないと言った割にはあっちはこれ、まあ、こんな感じですね。こんな感じでエディオンですね、石丸電機ですね、当時の。行きまして、今、ようやく10時を回った以後ですね、あとで行くかもしれないですけども、石丸50ですね。なんかね、雨は降ってないんですけど、葉っぱとかでですね、ついてる雨水が飛んできますね。まあちょっとしょうがないですけどね。でも、まあ、あとなんか、もともと安心お宿さんは、さんはつけなくていいか、安心お宿は、なんだろうな、そこら辺に歩くやつっていうのはサンダルがあったと思うんですけど、サンダルを撤去したみたいなんですよね。みんなもう裸足になってます。あんまり自分は裸足嫌いなんですよね。みんなが歩いてるとか裸足が悪いから、足の裏が汚くなっちゃうじゃないですか。だからちょっとそこは三角ですけども、カレーが美味しかったのと、あとはいびきが隣の人とかですね、近所がいびきかく人いなかったんで、もうぐっすりと熟睡できたんで、本当に良かったです。はい、じゃあここですね、この、秋葉原駅南ですね、にあります、献血していきたいと思います。では、ありがとうございます。